準備が整いました。皆さん、こんにちは。昭和大学の先端がん治療研究所の鶴谷と申します。本日は、このような大変貴重な機会をいただきまして、山本さんありがとうございます。確か一昨年だったと思いますけれども、初めて、一昨年に初めて機会をいただきまして、大変緊張して講演したのを覚えております。で、今回はこのような形で自宅からの講演になりましたので、正直前々回と比べてかなりリラックスした状態で、中村先生の先ほどの講義も大変楽しく拝聴させていただきました。前置きはこれぐらいにして、たくさんの情報を一応皆さんに分かりやすく伝えたいという思いで、スライド準備してまいりましたけれども、時間の限りがありますので、分かりにくいところはまた質疑応答のところで質問していただければと思います。で、私のテーマは進行再発の患者さんに、特に近年利用されている薬物治療ですねの、簡単な解説と、あと日本ではまだ使われてないけれども、最近どうも海外で、いい臨床試験の結果が出て、日本にも将来的に導入されるかもしれないというような薬剤についてご紹介をさせてもらいます。で、トピックとしては、治療の目的のところ、目標のところをまず最初に述べまして、タイプごとに3つのタイプに大きく分けて、おのおのの、トピック、薬物のトピックを紹介させていただきます。で、先ほどの中村先生のところ、予防診断ですね、検診なども含めた部分の乳がんの診療と、あと、再発をされた場合の乳がんの診療というところでは、少し、治療の目標が異なるということであります。で、再発された場合の治療の目標っていうのは、やはり、病気と長く付き合っていくということで、無理をして付き合うというよりは、どちらかというと、ご自身の今までの生活をなるべく、大切にして 維持をしながら、病気との付き合いを続けていくというところが、進行再発乳がんの治療の目標になるということであります。ですから、あまりにも極端に経済的や、身体的に負担な治療を、長期間にわたって続けるということは難しいわけでありますので、そのあたりをきちっと理解して、ご自身の体力や経済的な、社会的な背景と向き合って治療を選択していく必要があるということであります。で、乳がんのサブタイプは大きく3つに分かれるというふうに申し上げますけれども、それを規定する乳がんの顔つきとして、エストロゲンの受容体といわれるタンパク質の発現や、あと HER2ですね、こちらで示しております細胞の、抗がん細胞の表面に発現しているタンパク質、このエストロゲンは細胞の中に発現していることが表面ではないですけれども、中に発現しておりますけど、この2つのタンパク質の発現が、乳がんのサブタイプ、顔つきを決めているというふうに考えていただければと思います。そのために最初、乳がんの診断の時に細胞を腫瘍組織から取ってきまして、特殊な染色法でこのタンパク質が発現しているかどうかを脳の患者さんで調べているということであります。で、その組織の、これ検査ですけれども、病院で腫瘍組織を採取されたらですね、病理学教室で病理の先生がこういった染色をして、エストロゲン受容体は例えば左側の組織のように、このように細胞の中が抹茶色に染まると。一方で HER2 の方は細胞の膜の表面に発現しますので、このように蜂の巣のように表面が濃く染まるというような、そういった特徴が、タンパク質の極材によって見られるということであります。これをもとに
サブタイプを分けますと、主にエストロゲン受容体型の乳がん、いわゆるルミナルタイプというふうに言われますけれども、これが大体全体の7割。ハーツタンパク質が発現している方が2割。で、いずれも発現していないタイプのトリプルネガティブと言われる方が、まあ、全体の 10% ぐらいあるということであります。で、これを決めることが重要な理由というのは、まあ、各タイプに応じて選択的な治療法が、薬物治療法があるということでありますので、まあ、まずはそのタイプを見極めていただくということが一つ。で、その次に、まあ、進行再発、まあ、転移再発をされたような場合にはですね、まずそのご自身が初めて治療されるときにホルモン受容体が発現しているかどうか、ごめんなさいですね、あるいは発現していないかどうかということで、まあホルモン剤が使えるか使えないかをまず決める必要があるということであります。でホルモン治療が使える場合にはなるべくホルモン治療を優先して治療を行っていくっていう流れになりまして、まあ、こちらにお示ししているのが、これが治療の流れ図になっております。ホルモン受容体陽性の方は左側に従って、まあ、一次ホルモン療法、二次ホルモン療法、三次ホルモン療法というようなホルモン剤の治療を中心として、まあ、ホルモン剤の治療の種類を変えながら1次、2次、3次と進んでいきます。で、一旦治療効果がありましても、まあ、多くの場合はその後薬剤に対して、使用が、まあ、効果がなくなってまいりますので、その場合は次の2次3次というふうに薬物を、まあ、ホルモン治療の内容を変えていくことで、まあ、効果を再度得るということであります。まあ、しかしながら、どうしても1次治療でも効果がなかった、あるいは2次治療に行っても効果がなかったというような場合にはですね、まあ、3次治療まで もちろんホルモン剤を使うことは可能ではありますけれども、やはりホルモン剤にあまり効果が期待できないというふうに考えられた場合には、この1次治療、2次治療、3次治療、いずれのところでもですね、まあ、なかなか人気はありませんけれども、化学療法剤というものを使っていただくようにお勧めするということであります。で、化学療法に入りましても、さまざまな化学療法が現在利用可能でありますので、患者さんの、治療の、生活の、ライフスタイルに合わせて、さまざまな抗がん剤を、我々の方が提案して、患者さんと一緒にその治療の適用を考えていくという、そういう流れになっております。ルミナルタイプの治療でありますけれども、一般的に骨転移の頻度が高いというふうに他のタイプに比べて非常に骨転移が多いということが知られています。で、治療の中心は内分泌治療なんですけれども、近年はこの分子標的薬という薬剤がたくさん併用されるようになってきております。で、ホルモン剤の種類をこちらにお示ししております。左側のこの部分はですね、注射薬で、これは卵巣の機能を落とす薬剤であります。ゴセレリンやリュープレリンと言われるような薬剤で、卵巣からエストロゲンが分泌されることを抑制するための注射薬で、閉経前と言われる患者さんにはこちらの薬剤を併用して使っていただく。で、右側の方にありますのが、エストロゲンをブロックする方法として、タモキシフェンやフルベストランドと言われるようなエストロゲンの受容体に作用して、腫瘍の増殖を抑えるようなものや、間接的ではありますけれども、体の中に合成されるエストロゲンをですね、合成する酵素を阻害することでエストロゲンの発現を抑えるような、アロマターゼ阻害剤などがございます。3種類のアロマターゼ阻害薬が現在、臨床で使われているということであります。分子標的薬に関しては、細胞周期を、阻害する細胞周期阻害薬、CDK 阻害薬と呼ばれます。や、あと、MTOL 阻害薬と言われるようなもの、エベロリムスというものが
知られておりますけれども、その他、現在開発中の治験薬などが、たくさんあるということであります。これらの分子標的薬をホルモン剤と併用して、治療を行っていただくということになります。で、最初の細胞周期阻害薬でありますけれども、これは細胞も人と同じように生まれて、やがて成熟して、やがて最後には細胞死を迎えるわけでありますけれども、その時期をですね、この左側のこの円にしておりますけれども、G1 期、G2、S 期、G2 期、M 期というふうに、このように細胞はぐるぐる細胞周期を回転させながら、細胞分裂を起こして細胞が増えていくということであります。G1 期の G はこれギャップ期、間期と言われる時期でありますけれども、S 期はこれ DNA を合成する時期で、ギャップ2期ですね、間期、2つ目の間期が、を経て細胞が分裂して、細胞増殖していくというふうに、ちょうどお母さんが子供を産むのと同じような時期がこの M 期になって、S 期で、細胞が成熟するというような過程であります。で、この S 期に入るちょっと前のところの間期の G1 期というところで、細胞が増殖していくのに、非常に重要なタンパク質がこの細胞周期という、CDK というタンパク質であります。で、これを阻害する薬剤が現在、世界中で約3、3つですね、臨床に導入されておりまして、ここの G1 期を阻害することで、細胞の成長を止めるということであります。で、細胞は成長を止めますと、黙っておとなしくしている場合と、あとはもうそのまま細胞死を迎えるというような場合がありまして、乳がん細胞の場合は細胞が周期が止まりますと、細胞死に導入、誘導されて、がんが小さくなるということであります。で、細胞周期阻害薬の主だった副作用としては、消化器症状と言われますが、下痢や発疹、嘔吐、白血球などが減るような骨髄毒性もございます。その他、頻度はそんなに多くはないんですが、コロナのような症状を起こして肺障害を起こすことがありますので注意が必要であります。その後、その他、mTOR 阻害剤、現在日本でも世界中で利用可能となっているこの小分子化合、分子標的薬でありますけれども、これは細胞の表面で受容体というタンパク質が活性化された後、核内に細胞の、細胞室内で様々なタンパク質が、シグナル伝達として活性化されることで、核内にシグナルを伝達して細胞を増殖させる、あるいは細胞の不死化を誘導するというような、そういった生物学的なプロセスがあります。で、がん細胞は特にその部分が活性化しておりまして、特にそのタンパクの中で重要な役割を果たしているのがこの mTOR というタンパクであって、ここを阻害する薬剤がエベロリムスとアフィニトールという名前で売られている薬剤です。これをホルモン剤と併用することで、乳がん細胞の増殖を抑制して、細胞死を誘導するということが現在、臨床で用いられている薬剤の作用機序であります。で、内分泌薬と分子標的薬の進め方として、先ほど1次治療、2次治療、3次治療というふうに流れ図の中で説明をさせていただきましたが、一番最初はアロマターゼ阻害剤を使って、CDK 阻害剤、細胞周期阻害薬を使えれば使うと。で、それで無効になった場合には2次治療として、フルベストラントという注射薬ですね、エストロゲンを阻害する薬剤と、もし1次治療で CDK 阻害剤を使ってない場合は、ここで2次治療として CDK 阻害剤を使うということであります。CDK 阻害剤は3種類あるので、3回使ったらいいじゃないかというふうに考えられる方もおられますが、
日本では2種類しか臨床導入されていないということと、基本的にはこの2種類の薬剤は同じ、種類の薬剤でありますので、1つ無効になったらもう2つ目も同じように無効であるというふうに考えて、いいのではないかということで、まあ、1次治療か2次治療かのいずれかで併用すればいいというふうに、一応ガイドラインでは推奨されております。で、3次治療としましては、エムトール阻害剤と、まあ、その他のアロマターゼ阻害剤でありますエキセメスタンというものを併用して使っていただいて、まあ、ここまで使われた後、まあ、薬剤が高く効けばそのまま継続でありますけれども、なかなか効果が乏しければ、まあ、いずれかの時点で化学療法に移るということであります。で、HER2 の、タイプに対する薬物を次にご紹介させていただきます。HER2 タイプというのは化学療法に比較的感受性が高くて、近年さまざまな薬剤が開発されて治療成績が向上している部分領域であります。で、大きく分けると、抗体薬と、小分子化合物と言われるようなものに分かれ、また2種類の薬剤が、まあ、いろんな種類の薬剤、これらのタイプの薬剤が開発されているということであります。で、まあ、HER2 タイプ自身はですね、脳に転用しやすいというような特徴がございます。で、抗体薬でありますけれども、これはがん細胞の表面に発現した HER2 に対して結合する抗体が、まあ、がんをこういうふうに、標識することで、まあ、ご自身の体の中にある免疫細胞ですね、NK 細胞と言われるような細胞が、まあ、がん細胞を異物だというふうに認識することで、直接がん細胞をこの攻撃するといったような作用メカニズムであります。で、一方で HER2 を阻害するラパチニブという、ごめんなさい、小分子化合物に関しましては、まあ、これは結合する部分が細胞の外側の HER2 ではなくて、中側に細胞内にこの小分子化合物が入り込んで、この HER2 の、まあ、活性を有する部分に結合して、その機能を阻害するというような、そういった作用機序を有しております。まあ、シグナル伝達と先ほど説明しましたけれども、細胞が増殖しようとしたり、あるいは細胞が不死化するような、そういったシグナルをですね、細胞の表面から核内へ伝達しますが、そこをブロックすることで、がん細胞を死滅させるというような機序であります。で、またもう一つの新しい作用のお薬として、まあ、抗体をベースにして、そこに抗がん剤を、これまでに開発されている抗がん剤を、まあ、紐のようなリンカーというものでくっつけまして、で、まあ、この抗がん剤と抗体が一緒になったものを患者さんの血中内に投与して、特異的にこの抗体部分が抗がん剤、がん細胞に届けられて、まあ、抗がん作用を示すというような、そういった薬剤が開発されております。これは抗体と薬剤の複合体でありまして、まあ、英語ではこういうふうにアンティボディドラッグコンジュゲートということで ADC というふうに呼ばれて、近年たくさん開発がされているということであります。これは、まあ、簡単に機序を示しますと、この ADC 薬が細胞の表面に発現している HER2 にくっつくと、細胞内に取り込まれて、細胞内でバラバラに分解されて、まあ、抗がん剤の部分だけが、まあ、抗がん作用を示して、がん細胞を死滅させるということであります。ですから、まあ、理論上はこの HER2 を発現したがん細胞にのみ抗腫瘍効果を示しますので、比較的正常細胞には副作用が起こりにくいというような、まあ、そういった分子標的薬であります。これまでに、HER2 陽性の乳がんの方にはカドサイラ、T-DM1 という薬剤がすでに臨床導入されておりましたけれども、まあ、今年の5月に日本でも別のお薬、トラスズマブ、デルクステカンという、まあ、エンハーツというお薬ですね。これちょっと綴りが間違っておりますけれども、デルクステカンという薬剤が臨床導入されておりまして、高い腫瘍効果を示すということが知られております。まあ、さまざまな薬剤に耐性になった HER2 陽性の乳がんの患者様において、まあ、通常のこれまでの薬剤であれば、
10%ぐらいしか腫瘍を縮小する患者さんはおられなかったんですが、まあ、この薬剤を使うと約60%の患者さんに腫瘍縮小が得られるということ、あと、腫瘍の完全走行といいますけども、まあ、腫瘍がなくなってしまうような患者さんも、まあ、少なからず、まあ、5、6%はこの中に含まれているということであります。副作用としては、カドサイラよりも少し吐き気や嘔吐というものの頻度が高い。ですから、まあ、事前にやっぱり吐き気止めを使う必要があるということであります。あと、脱毛が半分ぐらいの患者さんに起こりますが、これはカドサイラと同じぐらいであります。で、点滴後1週間から10日ぐらい続く疲労感ですね、倦怠感も、まあ、患者さんには無視できない副作用だと思います。で、頻度としては10%ぐらいから20%ぐらい、間質性肺障害が認められるということが報告されております。日本人は特に海外の方よりも頻度が高いというふうに言われておりますけれども、まあ、これは理由ははっきり分かっていませんけれども、ただですね、ここに挙げるような、臨床病理学的な特徴といいますか、患者さんの背景を有するような方には間質性肺障害が比較的起こりやすいということが知られておりますので、まあ、エンハーツを使用される前にはですね、必ずこの条件に当てはまるかどうかを担当の先生ときちっと話し合いをして、もし当てはまる部分が多ければですね、やはり、慎重に定期的に CT を取るなどの検査を行っていく必要があるというふうに考えられます。まあ、60歳以上、ほとんど、60歳以上の方はたくさんおられますけれども、すべて60歳以上の方がダメということではありませんけれども、高齢になるほど、肺造炎の頻度が上がるということであります。あと、もともと肺の機能、肺が少し悪い方は特に注意をしていただきたいというようなことや、あと、腎臓、理由ははっきり分かっておりませんけれども、腎臓の機能が少しもともと悪い方などには、この肺障害が起こりやすいというふうに言われております。今年の、アメリカの学会で報告されたその他の HER2 薬として、私が特に注目しておりますのは、先ほど HER2 タイプの方は脳転移が頻度が比較的高いというふうに説明させていただきましたが、この特に脳転移に HER2 陽性のタイプの脳転移に効果の高いと言われるような薬剤が開発されて、米国ではもう承認されております。日本でも今、治験を実施中だというふうに聞いております。ツカチニブというお薬とトラスツズマブですね、ハーセプチンと、カペシタビン。ハーセプチン、カペシタビンは今までも日本で使われていた薬剤ですが、それにツカチニブを併用することによって、約半分の患者さんが脳転移の縮小、脳の腫瘍の縮小が認められたということで、これは画期的な効果だというふうに考えられます。ハーセプチンとカペシタビンだけであれば、それでも脳転移には効果が高いと言われていた組み合わせでありますけれども、それでも20%ぐらいですから、5人に1人の人しか腫瘍が、脳転移は縮小しなかったのが、半分ぐらいの人が脳転移が縮小するというような、そういった新しい治療薬、ツカチニブが、臨床導入、英国ではされているということで、ちょっと時間がだいぶ押してきましたので、駆け足になりますが、最後にトリプルネガティブの患者さん、これは全体の10%ぐらいであります。10から15%ぐらいでありまして、人種差があると言われておりますが、特に、黒人の方やヒスパニック系の方に多いということや、あと、全体的に、平均年齢が、若いと、40歳以下の方も頻度が高いということが知られております。で、術後に再発した場合には、2年から3年以内に、再発することが多いということが知られていまして、ルミナルタイプとはそこが少し異なるということであります。で、転移しやすい場所としては、肺が、非常に頻度が高いということです。40%ぐらい。で、その他にも、ハーツタイプと同じように脳や肝臓への転移も起こしうるということであります。で、このトリプルネガティブの特徴の一つとしまして、他のタイプと比べますと、遺伝子異常、先ほど中村先生の方から体細胞変異というふうな説明がありましたけれども、この頻度、数がですね、
比較的他のタイプよりも多いということが知られております。で、それが何を意味するかと言いますと、そういった変異が非常に多いタイプのがんの方には免疫治療薬が効くということが知られておりますので、新しい治療の選択肢になりうるだろうということ、あと、まあ、免疫細胞自身もこの、トリプルネガティブのがん細胞のがん組織の中にはたくさん浸潤しているということも知られて、一部のトリプルネガティブでは浸潤しているということが知られておりますので、まあ、免疫治療薬を使う、まあ、素地としてはこのトリプルネガティブは、まあ、乳がんの中では一番まあ、良いターゲットになるのではないかというふうに考えられております。これはがん細胞を、まあ、免疫細胞が攻撃するのに必要な、まあ、プロセスを漫画で示しておりますけれども、まあ、がん細胞をこの樹状、抗原提示細胞といわれる免疫細胞が、まあ、食べるんですね。食べて壊して、でその中の、まあ、がん細胞の一部分をですね、こうやって抗原提示といって、まあ、細胞表面に発現させて、で、こちらにある、ごめんなさい、緑色のこの、T 細胞といわれるリンパ球ですね。これが、まあ、認識を、この抗原を認識して、まあ、これはがん細胞は異物であるというふうに、認識することで、がん細胞に出会った時にですね、がん細胞を攻撃するという、まあ、そういうまあ、トレーニングを、ですから、このここの T 細胞が受けることで、がん細胞を認識して攻撃するというプロセスが非常に重要であります。で、一旦トレーニングをされたがん細胞、リンパ球は、T 細胞は、がん細胞と出会うと攻撃をするんですが、しかし、がん細胞も黙って攻撃を受けるわけではなくて、まあ、リンパ球の攻撃をブロックするための、こういった手のようなものをですね、突起を細胞膜表面に発現していて、T 細胞からの攻撃をブロックするということが知られております。で、この、まあ、突起の部分を抗体薬で、まあ、ブロックすることによって、まあ、T 細胞からの攻撃を、まあ、抑制するような、そういった、機序をですね、抑制することで T 細胞が、まあ、がん細胞を攻撃しやすくするというような、まあ、そういった治療薬が今開発されています。まあ、これ免疫治療のメカニズム、まあ、作用機序でありますけれども、乳がんのこのトリプルネガティブにおいてはアテゾリズマブという薬剤がその代表的な、まあ、免疫治療薬で、現在、アブラキサンという抗がん剤と併用で、臨床で、利用されている状況であります。で、この、まあ、免疫薬ですね、アテゾリズマブの特徴的な副作用として、まあ、ここに挙げているようなさまざまな副作用が報告されております。ちょっとちっちゃくて見づらいと思うんですが、まあ、一番頻度が高い副作用は、まあ、甲状腺機能低下症、まあ、これ患者さん自身は倦怠感や、まあ、なんていう疲れやすさというような症状で、気づかれることが多いんですけれども、そういった副作用が全体の 15% ぐらいの方に起こるというふうに言われています。まあ、その他に、皮膚炎や筋炎というような、まあ、関節が痛くなったり、皮膚にできものができるような副作用も比較的高頻度に認められるということであります。まあ、頻度は 5% ぐらいでありますが、大腸の炎症ですね、下痢を起こしたり、あるいは、まあ、間質性肺炎を起こしたりというようなことも、まあ、報告されておりますので、このアテゾリズマブを使用中の患者さんは事前にこういったことを、まあ、担当医の先生からしっかりお聞きになられて、まあ、治療継続中、もしくは治療が終わった後もこういった副作用が起こるということが免疫治療薬の特徴でありますので、まあ、担当の先生にこういった症状があった時にはきちっとレポートしていただきたいというふうに考えております。で、これも最後の、スライドになりますけれども、トリプルネガティブ乳がんの患者さんにも、先ほど HER2 タイプのところで紹介をさせていただいた ADC 薬というタイプの薬剤が有効であるということが初めて、今年のヨーロッパの、がん学会で報告されております。名前はですね、サシツズマブゴビテカンという、なんかちょっと仰々しい名前なんですけれども、まあ、このお薬は先ほどのカドサイラや、まあ、エンハツと同じように、
抗体、トロップ2というですね、トリプルネガティブにたくさん発現しているタンパク質にくっつく抗体に対して、抗がん剤をくっつけて、特異的に、トリプルネガティブがんに、を攻撃するというような、点滴抗体 ADC 薬であります。これが米国の方の臨床試験の結果からですね、有効であるということが報告されて、米国ではもうおそらく近々承認されるだろうということでありますけど、日本はちょっと、少し開発が遅れておりまして、おそらく近々治験が始まるだろうとは思いますが、まだ承認までには少し時間が2年ぐらいはかかるんじゃないかなというふうには考えておりますが、将来的にはこういう薬剤も日本に導入されるというふうに、明るい話題の提供でありました。もう一枚スライドありました。ゲノム医療に関しては、現在日本では F1、ファンデーション1という検査法とオンコパネルというものがありますけれども、この使用組織を病院に保存されている患者さんは、担当の先生と相談して、この検査を出すかどうかを決めていただきたいんですが、使用組織は比較的新しいものを使った方がいいということと、実際検査を受けられても約10%の患者さんに理論上の適応薬というのは見つかりますけれども、なかなか実際その薬を使うことが可能な方というのはかなり数は少ない、10%以下だというふうに言われております。で、ただ遺伝子検査を受けて特定の異常がなくてもですね、遺伝子変異が比較的多いというようなことが分かる場合や、あとゲノム不安定性のあるような方、この左下に書いてありますけども、この MSI や TMB と言われるような、こういったマーカーが陽性の場合には免疫治療薬が有効である可能性がありますので、自費診療にはなると思いますが、免疫治療の適用を見る上でも、こういったゲノム医療というのは将来的には、受けてみられてもいいのかなというふうに考えています。ちょっと駆け足で時間がオーバーしてしまいましたけれども、2020年の私のこれは進行再発乳がんの患者さんに関するトピックを提供させていただきました。皆さん、ご清聴ありがとうございました。山本よりはい。質問があるということならお願いし皆様の、ご質問があるまで一つ初めに質問させていただきます。鶴田先生もご存知のように私はホルモン系の再発乳がんですが、このコロナの合間、今年の5月に新しい、イブランスに変更いたしました。それとフェマラの併用にやっておるんですけれども、初めに2ヶ月はアメリカではですね、私はアメリカで治療しているので、125ミリグラムと100グラムと75ミリグラムがございまして、初め125からやって、で、それでどれぐらい白血球が下がって副作用があるかを見てから、ちょっとそれが白血球の下がり具合がひどかったものですから、次の月に100ミリグラムにして、で、それでも結構やっぱり白血球が下がったものですから、75ミリぐらいに今下げて、ここ数ヶ月かなり普通に暮らしてるんですけれども、かなり以上に普通に暮らしてるんですけれども、日本ではこういった3つの道政治がある場合は、大きなところからどんどん下げていくんですか、それとも75ミリグラムから始めて少しずつ様子を見ながら上げていくのか。と言いますのは、私も薬品会社の他の部門やってる友人から、日本だったら少なめからやってどんどん上げていくんだけどね、なんて言われたんですけど、その日本だったらどういうやり方で私のような場合は進めていくのでしょうか。確かにおっしゃるように、多くの方が、特に日本の方はですね、やっぱり125ミリでは白血球が減りすぎて、結果的に減量になってしまうんですけれども、ただ原則的にはやはり
まあ、量が多ければ多いほど、まあ、使用の効果は高いだろうというふうな、まあ、観点から、まあ、上からまずは投与して、まあ、副作用があれば減量していくっていう使い方が、まあ、より一般的に日本では日本でも行われているのかなというふうには思います。ただ患者さんによってはやっぱりもともと白血球がこの方少ないなとか、あと、まあ、例えば高齢者ですごい副作用が出やすいだろうなっていうような場合には、まあ、あらかじめ低い量から始めて、もし大丈夫であれば少し増やしていくというような、まあ、そういった方法も取られる場合もあると思いますので、まあ、一概にどちらがいいということは言えないと思うんですが、まあ、多くはでも減量パターンの方が多いのではないかというふうに考えます。ありがとうございました。ありがとうございます。では山本久家さん、今もチャットが出てますので、読ませていただいてよろしいですか。お願いいたします。はい。2つございます。1つ目は60歳代のハーツータイプの患者です。間質性肺炎になり、現在酵素を必要とするレベルです。エンハーツの効用を伺い、挑戦してみたいと考えますが、医師も慎重になっています。判断基準はどこに置けばよろしいでしょうかという質問です。はい、酸素をもう現在使われている状況ということは、まあ、いろいろな状況だと思うんですが、基本的にはただ肺障害が何らかの、まあ、前の治療でお持ちなのか、あるいは、まあ、閉塞性の肺疾患なんかをお持ちなんだろうと思うんですね。まあ、こういった方にはエンハーツはやはり重篤な副作用が出るということが報告されておりますし、私自身も経験をしておりますので、まあ、かなり慎重にやはり検討する必要があると思います。まあ、そうですね、わかりました。はい、すいません。もう一つ最後に久家さんさせていただいてよろしいでしょうか。もう一つチャットで質問が来ております。再発転移乳がんの一次薬物治療は効果が見られている間は同じ薬を続けるということでよろしいでしょうかという質問です。はい、このご質問は最も高頻度なご質問だと思う。私も毎日のように外来の場で患者さんから質問ありますけれども、基本的には乳がんの場合には再発された後の有効な薬剤っていうのはなるべく可能な限り長く使われる方が良いのではないかなというふうに考えられております。これ一般的な考え方と、あと臨床試験なんかの結果からもですね、やはりやめずに可能であれば続けていただきたいというふうに考えます。初発40代で50代に入り再発したホルモン陽性患者です。治療開始以来生理が止まっているので、リュープリンの併用をやめるタイミングが分かりません。何を基準に併用をやめるのでしょうかという質問が来ております。はい、ありがとうございます。もうリュープリンを使われている方や抗がん剤中の方は現実的にその血液検査なんかで閉経を調べる方法はございません。ただ50代の半ば以降であれば、もうおそらくリュープリンをやめても、もうホルモン剤を使っているか、あるいは抗がん剤を受けられていれば、まず生理が戻ってくることはないというふうにお考えいただければいいというふうに思います。乳がんから骨転移、はい、中村先生の分子標的薬から抗がん剤治療になりました。分子標的薬に変更することは可能でしょうか。戻ることができるかということですね。はい、もちろん、抗がん剤を始められている方でも分子標的薬ホルモン剤との併用で戻っておられる方はたくさんおられます。ただ繰り返しになりますけど、CDK 阻害剤を過去に使われている場合には、また別の種類の CDK 阻害剤をもう一回使うというのは原則的にはあまり推奨されておりませんし、副作用が強く出る可能性がございますので、そこは十分気をつけていただきたいというふうに、慎重に検討いただきたいと思います。はい、はい、では時間もありますので、あと一つだけお願いします。ハーツ偽陽性と言われハーセプチンと化学療法を完了しました。再発の可能性はどうなるんでしょうかという質問です。
ごめんなさい、初偽陽性。偽陽性ですね。偽陽性で再言わ発のれ、可能性があるけど。ハーセプチンと化学療法を完了しました。再発の可能性はどうなるんでしょうか。再発のリスクが高いかどうかということですね。偽陽性っていう表現がちょっと難しいんですけど、おそらく境界型だったということで、一応念のためにハーセプチンを使いましょうということだったなんだろうというふうに理解しますと、抗がん剤が入ってますから、おそらくそんなにリスクはしっかり治療されていれば高くないと思いますが、ただもしホルモン陽性だったりするような場合はですね、ちゃんときちっとホルモン剤をやはりしっかり担当の先生の指示を仰いでですね、続けていただければと思います。鶴谷先生、今日は本当にありがとうございました。